まあ、ニュージーランド1年自分住んでて、うん、18歳ぐらいの時、うん、ビューなんですよ、ワールドビューしちゃったわけなんですよ。ラップ始めたきっかけは本当に本当初期の初期っていうとレオンと15歳ぐらいかな、うんうんうん、いや俺もなんか俺今日これ聞いててあれ俺ちょっと伝説作っちゃったあれトゥルーズがお送りするオリジナルインタビュー、今回はサンタワールドビューさんをゲストにお迎えしてお送りしたいと思います。どうもよろしくお願いします。サンタです。サンタ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 よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。はい、で今回はですね、トゥルーズさんから照り焼きアボカドバーガーをいただきましたので、はい、早々いただきたいと思います。じゃあいただきます。よろしくお願いします。ちょっと楽しみですね。楽しみだね。はい、初めてなんでこういうこれが何かっていうのは、はい、もう見ての通りハンバーガーなんだけど、ハンバーガーにしか見えないですけど、ね、見えないじゃん。これ全部植物性です。つまりこれお肉じゃないってことですね。そういうことなの。見えの、あの本当に率直にちょっと意見言ってみてほしい。俺初めてですわ、そういうこういうの初めて、はい、初めてです。あの豆的な、あ、あるんですね。そうね、これでいこう、これでいった方がいいよね。ね、こうだよね。これちょっと女優にはさなかなかのあれよね。やりましょうか。サンタからちょっと、はい、いただきます。いただきます。よいしょ。どうぞ。おー、うまそうだ。うん、うまっ。お肉までいった。うん、いってみよう。え、全然お肉、うん、うん、もうすごい時代になってるんですね。すごいね、これ時代すごいところまで来てるですね。え、ハンバーガーとかは食べる？うん、めっちゃ大好き。あ、めっちゃ大好き。はい、よくウーバーしてるっすもん。おー、モスバーガーとか。まあこれすごいっすわ。ああ、え、これは全然わかんない。うん、全然わかんないです。これそれだよって言われても全然わかんないよ。言われなかったらわかんない。これはうまいっすか。これで健康になれるからさ。なれるんですね、うん、一石二鳥じゃない。一石二鳥なのよ。テンション爆上げえ、こう健康とか気にする？うん、する。最近よく、うん、走ってますね。うん、うん、食事は？食事はなんすかね、全然食っちゃいますね。普通に2時とか、夜の2時とか、うんうん、全然ラーメンとか食っちゃいますね。なんか気にして、なんか接触とかなんていうの、そういうやつがある？特にない。米をちょっと変えてみようとか。いや、ないですね。ない。はい、あの、走ればいいなと思ってる。あかんの、うん、それがなかなかできないな、みんな。そこなんですよ継続ができないんですよ。そういうこと、うん、あ、でも今は結構継続してんの？なんかもう、しないとなんかうんうん、嫌だなみたいな、うんうん、ちょっとサイクル的に、お、えらい、おかしくなってきちゃうんで。え、学生の頃なんか運動してたりしてた？中学の時はバスケしました。お、その前は小6まで6年間柔道やってました。え、すごくない？何かしらやってました。何かしらやってるね、うん、してないと、何かしらやってないと家で全部壊すんで、うん、物を暴れ回ってあ、うん、何かしら落ち着けって言われてました。塩、そう、それは何かしら塩、落ち着けって言われてた、うん、でもね、その暴れる感じはライブで出てるよ。うんうん、すごいいいと思う。だから今ライブでこうね、そうっす、解放してる感じじゃん、うん、え、いいじゃん。ここで全部発散してる。そうだね、よかったね家壊さなくてよかった。家壊れ家壊れるとこだった美味しいね。美味しい。はい、じゃあ食していただいた後に改めて自己紹介をね、はい、ご自身の活動とかにもついてちょっと一言お願いします。そうですね、はい、サンタワールドビューと言います、ラップをしてます。ラッパーです。よろしくお願いします。端的に言うとこうですかね、うん、そうでございます。端的に言うとこんな感じ、はい、サンタワールドビューの名前の由来、はい、とかこう込められた思い。もともとサンタだったんですよ、うんうんうん、でなんか知らないけどサンタにした理由はその、まあ、12月生まれでそのプレイヤーとしてリスナーに、うん、まあ、楽曲をプレゼントとか、その活動をプレゼントみたいな単直な意味でサンタにしたんですけど、うん、サンタで活動していくうちに、うん、壁にぶち当たったんですよ、うん、一つの、うん、あのエゴさしても本当のサンタさんしか出てこなくて
自分の活動が全然知れないっていう、その全然プレゼント届かないみたいな、全然そのリツイートも何もできないっていうそうだね、それはそうかもね。そうで、そこから変えて、うん、でまあ一時期は、サンタ AK ティムクッシュっていう名前でやってたんですけど、うんうんうん、まあ、それはまあほぼ当て字みたいなもんで、うん、あんま意味はなくて、次のワールドビュー、うん、サンタワールドビューって今の名前のワールドビューはニュージーランド1年自分住んでて、うん、18歳ぐらいの時、うん、でまあ、そこで結構すごい世界を見ると、世界を見たわけですよ。ビューしちゃうのね。ビューなんですよ、ワールドビューしちゃったわけなんですよ。ニュージーいいよね。いいんですよ。この間私も初めて行ったんだけど、どこ行きます、感動しちゃって、あの結構オーストラリア撮る人のが多いじゃん。はいはいはい、でニュージーやるのはあんまり見てなかったんだけど、うんうん、初めて行ったら結構音楽もすごいし、あ、そうですね、あのいろんなアーティスト来るし、いろんなアーティストも本当に来て、うん、マジで来るし、そこに住み着いちゃうぐらい居心地がいいっていう、うんうん、世界でその幸福度ランキング2位とか2位とか、そう結構高いです。だって日本の方が全然裕福、裕福ってあれだけど、うん、便利じゃん、うん、だけど向こうの方がそうなの、幸福度なんか、そうストレスがないんですよ ね、 ないよね。そうで、まず警察のうーってなんかないわけよ、うん、アメリカとも違うしさ、うん、あんまり暴動とかもないです、ね、すごいよね、犯罪とかもあんまないです、うん、でちゃんとこう民族の周りのね、あ、そうですね、人たちを大切にして崇めて、うん、1年行ってたんだ、住んでたんですね、あ、住んでたね、ワーキングホリデーで、うん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 、本当もう死にかけましたね。死にかけた、はい、死にかけたっす。一つだけさ、でも思わなかった、羊の方がさ人間の数より多い、あ、そうっす、馬とかそっちの牛とか羊の方が多いんですよ。一匹も見てないんだけど。俺見ましたよ、あれもう普通に。どこにあの例えばそのオークランドが首都なわけじゃないですか、うんうん、そこを離れると、まあ、あの30分ぐらい飛ばすともう牧場なんですよ、放牧なんですよ。あ、入り乱ってないのね。もう山がこうあって、うん、山だとか言って、うん、あれみたいな、うん、よく見るとみたいな、牛がなんたらいるみたいなとか、あ、じゃあちょっとオークランドから離れないと、あ、そうっす、見れないっす。いや、オークランドでも普通に歩いてんのかと思って。それはないっすよ、さすがに。それはないっすよ。ちょっとインドチックな感じで、さすがにそれはないっすよ。極像しながらびっくりしちゃいますよ。いやだから、うん、全然いないじゃんみたいな。いや、もう外れたらもう本当にあのもう人間なんて全然いないなって感じ。本当にうわ、マジ多いやんって感じです。じゃあそのニュージーでこう、うん、世界を見て、その時ちょっとラップとかもやったの？あ、もう全然ラップしてましたね。うんうんうん、もうその頃には多分高校生ラップ選手権とかも出てたんで。そうだよね。はい。で出た後に、確か多分行って、うん、で帰ってきてラップスター。かな、帰ってきてラップスターだったの？はい、多分そう。あ、じゃあでもすごいバイブスいい時に帰ってきて、そうですね、出たのね、はい、ちょうどその頃、その行く前にあの闇島とレオンとかの、うんうん、そのあれでみんなでフービルノンっていう EP をサウンドクラウドで出してて、うんうんうん、まあ、それが結構活動の一番初期の本当に始まりみたいな感じ で、うんうんうん、でそれで俺が行ってる間もその2を作るみたいなので、うん、1曲そのニュージーランドからレコーディングして、うん、自分のボイスを送ってみたいな、ありましたね。それで EP に入るみたいなのもあったし、ここでもさ、いっぱいこうワーホリができるとこがいっぱいあるけど、なんでニュージーを選ぶ？同級生の友達が一人その留学生で、うん、ニュージーランドに留学してたことがあって、うん、あの俺いろいろ知ってるから来ないよみたいなので、うん、遊びに行こうぜみたいなので、うん、そう誘ってくれて、それで行きます。本当たまたまですね、たまたまニュージーランドが海外初、初です、はい、それじゃあもうバッと広がって、そうですね、初でしたね、初海外、初海外でワーキングリーで1年って結構きついですね。いや、まあね、きついっちゃきついよね。全然何も知らなかったですね、うん、ちょっと死にそうな体験もしてしましたね。生活的に普通にきつくて、うん、あとアトピーとかやっぱすごい出ちゃうんですよ、うん、その子供の頃アトピーだったら水が合わなくてみたいので、うんうんうん、はい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 、メンタルもやられたし、肉体的にも削られたっすね、うん、でもまあそれがあったから今俺いるんだなみたいな、うん、サンタワールドビューなんだなみたいな、さすがです、そこを含めてやっぱワールドをビューしてるんだなみたいな。おー、ヒエヒエヒエってことなんですか？そんな感じはしますね、うんうんうん、あれ、あそこが結構苦しかったんで、うん、あそこの苦しみを人生で学べたっていうのは結構大きい、やっぱありがたみを知れたし、それはやっぱり世界、やっぱ世界出るっていいことだよね。そうですね、うん、そのやっぱ親の元離れて、うんうん、覚悟を言いますからね、うん、でまあ、人生どうなるか分かんないんだよね、うんうんうん、でもそれでも楽しんでやってれば、結果なんかそのレコーディングしてるやつに出会ってみたいな、うん、そこに住むことになってみたいな、うん、結構後半は楽しかったし、思い出的にそのなんかアジアのクラブで働いてみたいな、そういうのもあって結構今トントンです、トントンです、トントンです、それがあったから、まあ、ニュージーランドで本当に、うん、フレンドリーだもんね、みんなね、みんなフレンドリー、
ちょっと日本に近いというか、そうです、日本人感覚はね、アニメとかやっぱ詳しいから、うんうん、そのなんかやっぱ日本人とか、うんうんうん、日本人だよって言うとこのアニメ知ってるみたいな言われるんで、俺カウボーイビバップ、それで、うん、なんかあのサウンドトラックを練習してるみたいな、演奏カムサックスの人と知り合いになったり、うんうんうん、一緒に飲んだりしましたね。あ、いい、そういうなんかアニメつながりもなんかやっぱ日本つながりってすごいなって、ね、ちょっとそういう時誇らしくなるよ、ね、誇らしいですね。なんか俺が作ったわけでもない、そうじゃないんだけどね、海外的にね、怒ってんじゃんみたいな、もう知ってんないみたいな、ね、あるわけもなんかね、あるですよね、うん、でも日本人としてね、そうだね、嬉しいんだよね、嬉しいよね。あ、まあ今ちょっと話したけど、まあ、ラップを始めたきっかけ、はい、そうですね、ラップ始めたきっかけは本当に本当初期の初期っていうとレオンと15歳ぐらいかな、うんうんうん、地元が一緒なんだよ、そうです ね俺が本木でレオンは山手ってところらへん、うんうんうん、でもまあ本当この中間地点ぐらいだったんで、うん、でも学校は全然その小学中学一緒じゃなかったんですよ、やっぱ地区は離れてて、うんうん、なんで中学の終わりぐらいの時にスケボー仲間を通して知り合って、うんうんうん、で今に至るって感じです。その時にフリースタイルラップを教えてもらって、レオンから、はい、一緒にして公演でビーツピルピンッつって話してフリースタイルして、でまあ俺もそこで初めてやってみるんですけど、まあうまくいかないけど、うん、まあ、まあ結構楽しかったんですね、それが、うんうんうん、3ヶ月半年ぐらいは多分フリースタイルずっとして、うん、学校終わったら集まってみたいな、あ、でも結構自然な流れでこうラップと、あ、してたっすね、ストリートと、うん、一番いい出会いの、とりあえず公園行けば、うん、あいつらいるから、うんうんうん、それまではどちらかと言ったらラップじゃなくてな、何聞いたりしたの？アニメばっか見てたんで、うん、アニソン結構覚えてますね、子供の頃はなんかアニソンがやっぱ覚えてるかもしれないです、うん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 、それ以外にやっぱ音楽っていうのはまずあんま興味がなかったなかったというか、今みたいにスケボーとかの方が好きだった、そうですね、今みたいにそのディグルとか、まあね、率先してやっぱしなかったですね、ガキの頃は、うん、でもやっぱそのお兄ちゃんがエミネム聴いたりしてのをまあ見て、おお、かっこいいじゃんみたいななってたのはまあ覚えてます、中2ならではで、そのやっぱあるですね、バスケもやってたんで、そうだよね、はい、一番近いね、でもヒップホップにはね、そうですね、バスケ、スケボーで、スケボーもやってたんで、やっぱあと本木自体がやっぱすごい B-boy が多くて、うんうん、ダンスだったりファッションだったり、それこそ、うんうんうん、めっちゃおしゃれなやついるんで、逆になんかダンスとかさ、他あるよ、DJ とか、あー、そうですね、いやダンスは俺できなくて、うん、小学校の頃友達はダンスよくしてましたね、うんうんうん、じゃあまあそっちはないな、うん、DJ もちょっとちゃうわみたいな、 DJ はそうですね、通らなかったですね、やっぱ、うん、でもレオンがやってんの、うん、レオンもともとなんか DJ のあれもやっててかじってて、そうそうそう、でまあレオン家での部屋で DJ、うん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 、軽くやってみたりはしたっすけど、うん、ちょっとまあ苦手ですねこっちはビートは、あ、ビート得意ですよ、お、あの叩くのはまあできないですけど、うん、まだ叩いたことないですけど、今もう3年ぐらい作ってますよ、おー、すごい、はい、じゃあちょっとビートメーカーとしても、ね、あ、そうですね、はい、もうもうそろ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 売るよなんですねそろそろ売るよぜひってお買い得セール始まるよっつってで、ご自身のラッパーとしてのスタイル、はい、まあ本当柔軟なフローだし、独特なリリック、世界観もそうだけど、こう、うん、目指すスタイルとか、こう影響を受けたラッパーとか、影響をやっぱ受けてるスタイル、スタイルで言えばやっぱその、まあ、ケンドリック・ラマーとか俺やっぱ結構昔からずっと聴いてたんですね、うん、今思えば王道ですけどね、でもなんかやっぱすごいですよね、彼のフローって流れてますよ、流れですよ、ね、血が流れてますよ、あ、流れてます、感じます、感じますよ、ケンドリックの DNA 感じる、いや感じてますから、嬉しいな、それそれ言いたかったから、今日は私は本当ですか、あ、言いたかった、あ、嬉しいな、なんかそのでもそのなんか真似じゃダメなんですよね、うん、そのケンドリック・ラマーをただ単に真似るじゃダメなんですよね、まあもちろん真似るのはダメだけど、うん、でもなんか憧れてる部分があるし、うん、それはでもね、きっと誰でもそうね、土台に含まれてるわけだから、うん、俺を形成する中にやっぱ、うん、ラマーがいるわけだから、だからまあそこは仕方ない、避けたら通れないんだなみたいな思いつつも、やっぱそれをいかに日本語でできるかとか、うん、そうだね、あと俺自身の考えにどうやって消化するか、うんうん、どういうふうに問題提起するかみたいな、やっぱリリックにも気をつけつつ、やっぱフローにも気をつけたいねっていうのが俺のスタイルの強みですね、どっちかとかじゃなくて、やっぱフローは本当すごい、うん、なとも思うし、うん、リズムもやっぱりちゃんと、そうですよね、うん、リズム感、ライブ見ても結構ちゃんとね、リズム感めっちゃいいんですよ、めっちゃいいよね、太鼓の達人ずっとやってたんで太鼓の達人で鍛えてます、はい、ずっとやってたんで俺本当にあのなんかあの2位ぐらいまで行ったんですけどね、お、すごー、はい、なんか鬼、え、なにそのなんかプロモーション、はい、来んじゃないよなんか話、いや来るんすかもう中1の頃の話ですけどあ、そっか、はい、中1の頃リズム感養ってましたね、うん、でもライブは本当に
あんだけ暴れてもちゃんと縦のリズムとかも、そうっすね、きついんすよ、きついよね、意外ときついっす、だから走ってないと無理だよ、そうなんですよ、だからそれこれレオンにも言ったんで絶対無理だよみたいな、あいつなんかできるんですよね、すごい、俺は無理なんで走んないと、自信にもなる、まあね、そのね耐えがね、自信にも変わるよね、やっぱライブの時しっかりできる、例えばじゃあケンドリック以外のラッパーとか、日本人とかも聞くの、はい、日本人で言うなら俺オジロさんが一番食らってるかもしれない、それはさ、地元じゃ、いやでも地元だからっていうかもしれないですけど、多分地元じゃなかったとしても俺が好きかもしれない、多分一番なんか好き、この前ライブ見させてもらったんですけど、やっぱあの人もライブクッソうまいじゃないですか、クッソうまいんですよ、クッソうまいじゃないですか、声量も半端じゃない、半端じゃないですか、半端じゃねえのよ、怖い、同じラッパーとして単純に怖い、いきなりの発声がもううわってくるじゃん、ゴーンってくるから、でずっとそれがノンストップで続くからすごいなと思って、いやすごいわ、ラップもここまでシーン通ってて、でパフォーマンスもこんなにできてって、かっけーとしか思わないですね、同じプレイヤーとしてやっぱおこがましいですけど、やっぱ憧れてしまいますね、いやまあそれはもうね、みんなが憧れてますから、マッチョ先生にはもう大先生です、自分の中では、はい、さあ先日リリースされました、Nice to meet you、ありがとうございます、に込められた思いをね、いろいろ聞いていきたいと思うんですけども、はい、ビートメイクの挑戦とかもそうですますけども、はい、まず今回のアルバムはテーマは、まあ、一言で言うと、まあ、愛かな、多分結構いろんな、俺も今日聞いてきたんですけど、やっぱいろんな曲の中にやっぱ愛って単語が結構入ってるんで、やっぱ結構多分愛だったね、いや今回ルナは聞いて思ったのが、はい、まあ大人のなり方じゃないけど、いいヒップホップの成長の仕方っていうか、あ嬉しいですね、してるなっていうのは思って、ルナでもビギンだしに言った、あ言ってました ね、はい、ってなったわけ、送っちゃったから、メッセージ来て、メッセージ来てましたよ、みたいな、結構感動して、まあ今ねこうやっぱオートチューンとかさ、そうですね、ちょっとこう歌っていう方のメロディーラップとかもいっぱいあるけど、その中で真っ向勝負のなんかこうちゃんとラップをしたビートもザ・ヒップホップ的な、なんか結構そういうことなんだよ、結構食らっちゃって、なんか初心に戻ったではないけど、なんかいいんだよ、若い頃ってフレックスしたいいし、わかるわかる、いやいや、でも全然ルナも同じ年だって全然やってるし、俺もやってました、そうだけど、はい、やっぱりサンタもきっともう経歴的には長いじゃん、長いです、なんだかんだ、はい、なんかその中でいろんなことがあって、そうなんです、このアルバムは結構なんかルナ結構ボーイズドントクラブと結構好きで、はいはいはい、嬉しい、なんかその昔だったら多分、いやいや明日死んでも別にいいしみたいな今死んでも全然良いよ、確かに、いやいやいやみたいな感じなんだけど、なんか死んだ後のこととか、なんかそういう、あ、はいはいはい、考え始める、ちゃんと考え始めてるとか、なんか明日があるようなことをちゃんと言ってるなみたいな、はい、それがなんか結構刺さっちゃって、まあ、当たり前のように感じてたんですからね、なんか前まではなんか、でもそれがもう一回ちょっと身近なね、ものについて触れてみようっていうのが今回の多分テーマかもしれない、一番ルナはケンドリック・ラマーのなんかすごい世界観のすごいなんか受けたんだろうなみたいな、うん、あそういう部分で感じてくれた、感じた世界観的な、ほんとちょっと、これバイブルじゃねみたいな、きたいやでも俺もそう思ってたっす、思うよね、思ってたマジ一回聞いてみてみたいな嬉しい、ここまで言ってくれて超嬉しいわ、本当にマジで聞いたわけ、12曲ね、すごいちゃんとしてるというか、結構同世代の子たちが聞いた方がいいかもね、いや俺もなんか俺今日これ聞いてて、あれ俺ちょっと伝説作っちゃったあれそうなんかビート感も、みたいな、すごいとこ選んでんなみたいな、あれ俺やっちゃったみたいな、でもちゃんと原稿の感じも残してるわけ、そうですね、そのなんかね、その綺麗事を言いたくないんで、綺麗事になっちゃいけないなって俺ずっと思ってたんで、でもそれでもなんかやっぱそういうことを言うってやっぱ難しいなって思いつつも、でもやっぱどっかしら人間は思ってること、愛って大事だよねとか、でもやっぱその世界がそうさせないじゃないですか、今生活を人質に取られてるというか、それすら考えさせられないようになってるっていうか、対立だし世界覗けば、こんなこと言う昔のサンタ
本当にね。ね。本当にびっくりしちゃった今。じゃあ本当に何、え、俺誰？いやだから誰俺？え、なんか何か悟ったなって思ったの。そうなんですよ。なんか多分ねあったんですよ。やっぱバンスが売れて以降、うんうんうん、このままじゃダメだみたいなところあったわけですよ。あの曲がバズったことは嬉しいんですけれども、うん、やっぱひどい歌詞だなと改めて。歌詞ひどいなと、まあ、俺の ね書きたい歌詞ではなかったというか、うんうんうん、まあ、あの時はまあ爆発力を求めてヤミーとのとかそういうテンションもあったし、まあ、あれはあれでいいんですよ。あれはあれでいいんですよ、うん、それが若気の至りです。それはそうですよ。ただもう25。そういうこと。もう25。5なの。25。うん、5。だからなんかすごいヒップホップから音楽。そう、そう、もうそこですよ、うん、その自分が。音楽愛に変わってるなって。だから本当初心に戻って、うん、俺が聴いてたラップって何だったっけ、ラッパーって誰だったっけみたいになっていくと、やっぱケンドリック・ラマー、J. コール、うんうん、フラットベース・ゾンビーズ、チャイルディッシュ・ガンビーノとか、チャンス・ラッパーだったりとか、うん、ちょっとメローなものも入ってるけど、うん、ドープも入ってるっていうのがなんか俺のあれだったし、そういうなんかなんてちょっとテイストを俺なりに解釈して、さらに今の俺の伝えたいことを、うん、っていうのをこの合致させると、やっぱ音色と言いたいことがあってきて、結構泣けるよ皆さん。いやマジ泣けるんすよ。え、結構泣けるよ、ね、結構俺は普通に泣いてましたね。こんなに素直になんか家族のこととか愛とか。いや素直じゃないですよ。いやなんかもうだあの歌詞だから言えるんですよ。そうそうそう、歌詞だからね、うん、もちろんだからすごいギュンって伝わるし、うん、そんなもう目の前で言えないですよ。もうそれ言えないよ、親父の前では言えないですよ、さすがに。え、だからいいよね。まあね、ね、ちょっと照れ隠しみたいなね。照れ隠しね。照れ隠しの親孝行。でも前だったら言えないじゃん。言えないですよ。こっちすらでも書くことすらもできない。書かなかったね。書かないじゃん。書かない、もうお涙ちょうだい嫌いみたいなこと言ってましたもん昔は。もうそうじゃないな、違うから。25は25は間違い。25。いろいろ学びました。うっす。それがふんだんに詰まってます。そうですよ。ちゃんと。なんかいい意味で、先ほども言った通り、うん、ヒップホップってフレックスがすごいつきものなんですけど、うんうんうん、俺もフレックスする方向をちょっと間違えてたなというか、うん、やっぱそれこそお金持ってウェイとか、女の子ウェイ、うん、パーティーウェイみたいな、うん、まあそれも楽しかったんですけど、うん、なんか別にそれってフレックスすることじゃないなというか、俺の中で、うん、もうちょっと違うなみたいな。それだったらもっとピアノ弾いたり、うん、どっかジャズのコンサート行ったりとか、そっちの方が俺の中で十分なフレックスだなみたいな。俺今度久石譲のコンサート行くんですよ。お弟と。こういうのもフレックスだなみたいな。え、そうだよ、うん、実際なんかこういうのもなんか俺は忘れてたなと、うんうんうん、なんかすごい大きいことばっかしようとしすぎて、うんうん、まあ地に足ついてない状態、うんうん、だから何したいのか分かんなくなって迷っちゃった時もあったんですけど、うん、だからビギンでもさ始まったばっかって言うじゃん、うんうん、あ、すごいと思った。諦めてたらもうそんなね、ダメだからね、うん、下ばっか向いてらんねえよって。そういうこと、まだ始まったばっかだから。諦めんじゃねえ。その夢諦めんじゃねえよ。やってやれ、ね、本当に。